どうも、安田 TV のやすです。そして、土屋さんと、はい、前回に引き続きですね、レディゴルさんとコラボさせていただきます。ヤギちゃん、はい、お願いいたします。ヤギちゃんです。ヤギちゃん、はい、ヤギちゃんでいいですか。はい、大丈夫です、はい、ヤギちゃん大丈夫です、はい、お願いします。お願いします、はい、前回ですね、はい、大堀さんに僕ドライバーを教えていただいてね、そちらはレディゴルさんで流れてると思うんですけど、もうすごく良くなっちゃったんですけど、まだ教えることありますか。ないかもしれないな。今日はじゃあ何を見ていただけますか。はい、そうですね、まあでもやす君今日一緒に回って、はい、スイング実際に見させてもらって、はい、まあ、結構いろいろ気づいたところがあるんですよ。はい、うん、でちょっとやっぱクラブパスっていうところはやっぱりね、どん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 疲れてきたりとか悪くなると、はい、めっちゃカットっぽくなって、ああそうなんですよ。でペラっていうこうスライス回転がね、さすがどうしてもね強くなっちゃうんだろうなっていう感じなんですよね。はい、うん、だからあそこはもうちょっとクラブパスっていうのクラブの軌道の話なんですけど、うんうんうん、あの軌道をなるべくね、うん、ちょっとストレートに近い軌道に持っていきたいなと思います。うん、はいはいはい、だからまあ、あのクラブパスを良くするためにはもうちょっとこういう意識が必要だよとかっていうところをちょっと僕なりにやります。はい、はい、ありがとうございます。多分ね、超違和感感じると思うんですよ。うん、でも一回試してもらいたいと思います。それをちょっと今日はね、はい、違和感をお持ち帰り、はい、テイクアウトして帰って食べて、はい、違和感をなくすというね、はいはい、ことをやりたいと思います。お願いいたします。はいはい、じゃあいきますか。はい、お願いします。はいはい、じゃあまずは今の僕のスイング、はい、まあでも前回大堀さんにちょっと習った部分がちょっと気持ち入ると思いますけど、はいはいはい、それを踏まえて、はい、出ましたね。出ましたこれ。ちょっと右にペラーっと弱々しい球がいて、まあこれを出したかったんだよ今僕は。出しに行きました。いや、出しに行かずに出たんで最高のパターンですこれは。はい、ちょっと一回僕なりにいろいろ解説していきたいなと思うんですね。はいはいはい、はい、でちょっとクラブ借りてもいいですか。あ、どうぞ。はい、まあ右ペラになるってことは基本的にはやっぱりボールに対してのクラブの軌道ってのはまあ、結構ちょっとカットっぽいんですね。うん、いわゆるこうアウトサイドインってやつですね。そうです。僕何でどんな機械で測っても、はい、アウトサイドインって出るんですよ。はい、うん、何個最初の何回かはこれ機械壊れてるなって思ってたんですけど、でもずっとアウトサイドインなんで、あ、はいはいはい、僕はアウトサイドインなんだと思ってます今は。はい、で結構じっくり見せてもらった感じで言うと、はい、ヤス君の、まあ、例えばスイングの、まあ、要は軸の話とかになっちゃうんですけど、はい、まず気になるのはグリップ、はい、グリップ、おお、そう、グリップから軸、ちょっとすごい気になってて、左手はねかなりバランスいい感じでグリップになってるんですけど、はいはい、右手がね結構上からかぶすんですよ。あ、確かに逆にウィークなんだ。ウィーク、左手はフックだけど右手がめっちゃウィークなんで、でやっぱ少しねアーリーリリースの毛があるんですよ。はい、いや、かなりあるね。こう上げてこうリリースがこうやって速い感じになっちゃうと、はい、こうやってもうこの時点でクラブパスってパッとされてるので、この毛が若干ある、うん、ある、あるあるね。これはまず軸の位置と、うん、このグリップから結構来てるパターンが多い。へえ、グリップから来る初めてだね。初めてのパターンです。で多分ヤス君ってさっきも聞いてたけどバレーボールじゃあれハンドボールじゃない、ハンドボール出身で、はい、右利きですか。右利きです。だから結構右の感覚っていうこのリリースが強いわけです、はい、元々、はい、だから右でクラブを操作したりとかパターンがすごい多いから、はい、どうしてもこう抑え込みたい感覚がちょっと出てくるんですよね。はいはいはい、押すって感覚はあんまないですよね。ないですね。だからどっちかというと叩くの方ですね。うん、そうですね。はい、上から叩くリリースの感じがやっぱすごいのは、はい、その右の違うん、どんどん右手ってどんどんこうやってかぶってきちゃう、ね、ああなるほどね。なるほど。そうでこのまま右手がかぶった状態だと、うん、クラブでこうしてほしい、はい、だからまあフェーダーなんで、はい、こうでもいいんだけど、なるほど、ちょっときすぎです。これ僕いいですか。はい、僕ねあのドラコンに挑戦したりしてたこともあるんですよ。はいはい、そうあのドラコン系のあの人に教えてもらったりして、はいはい、その時すちょいいですか、はいはい、本当にもう、ま、こんぐらいのこういうグリップをして、ね、超フックグリップのもうめっちゃ軸傾けて、ああこの時はフックにばっかり悩んでたんですよ。ああだから要はもうめちゃくちゃ捕まってでそれをまあこう
ストレートに矯正していった結果ちょっとどんどん今行き過ぎてる感じなのかなと思うんですけど。なるほどね。あ、だからさ、あのヤス君のスローとかを見ると、はい、ここのさ肩が落ちないのよ、うん、やっぱでもそれもそうか、向きかもしれないですね。右のね、肘の向きが外に向くんだよ。そうだよ ね、そう向くね。だからそれグリップから来てる可能性もあるってこと。そう、それが多分大きいんだけど、まあ来たね、これは来た。で、グリップ正直そのドラゴンやってた時のグリップが結構いいと思うんですよ。いいんだ。それでなんでチーピン出たかってところが今から話す軸っていうところになるんですね。それがあの時の僕には足りなかったと。そうで、結構ヤス君のスイングって右手こうやってかぶすんですけど、あとテイクバック自体がこうやって右に動きすぎるんですよ。で、結構打った後も左こうやって引く系の感じが強く出るじゃないですか、で右にあった状態から右の上ですごい回るんで、基本的にはボールに届かなくなるんですよね。はい、よく見てますね、僕の。なんかその感覚すごいあります。動画の自分のあれを見てるようですわ。で、こういくんですよ。そうで、下からこうやって今入れる感じだったと思うんで、はい、こうやってグリップがインから入るんで、で右にあるんで、はい、こうなってくるんで届かないからキュンってこうやって、あ、そうすると C するんで、はい、そうこれが嫌なんでしょ、嫌なんですっていう感じがあるんで、はい、だからまずグリップを直すのがまず一つと、はい、あとはインサイドから入らないのって、まずテイクバックこっち動きすぎて、この骨盤詰まってるんですよ。回らなくなる。詰まった状態でこうやって右で回るから、どうしても出てきちゃう。左足に一切こう圧がかかってないんですよね。そう、だからどっちかっていうと、やらせたいのは、ちょっと左軸っぽい動きやらせたい。左軸、ちょっとこう、左の上で回ったりとか、膝をうまく使って地面を回ったりしたりとかするね。スイングをやりたいなっていう感じ。左乗ってるのは動かないもん。そうで、今からちょっとやってほしいのが、まずグリップは後でちょっと細かく説明するんですけど、結構下から握っちゃう、で、テイクバックするときは、右に一切動く意識がなくていいので、最初からちょっとこうやって骨盤を左にずらしておく。アドレスのときからですか。アドレスからで、背骨斜めになってても、でこのまま左膝をこう前に出して、逆に言うと右の膝は伸ばしちゃっていいですか。なるほど、ここって全然今耐える必要全くなくて、解放してあげないと、こっちの解放がないと、クラブってまずこのインサイドのところで絶対降りないんで、スペースがないもんね。そうで、こっち大きすぎるとここ詰まるから、どうしても浅いところからしかクラブ来ないんで、このグリップと今の右の股関節の解放っていうところが軸でコントロールできるようになってくると、左にも乗れてくるから、そうだね。ちょっとね、今いろいろ一気に話しちゃったから難しいんですけど、でもね、ヤス君は大丈夫です。大丈夫、ちょっとじゃあ一回構えてもらっていいですか。やっぱそう思うとすげえウィークだね。そう、右の超かぶってて、明らかに右の肘の方が後ろ構えてて高いんですよ。これってドライバーとか特にそうなんですけど、左腕がこうやって見えてこないといけないですね。このままグリップがこうなっててほしいんですよ。フェース面はこうで、だからそのままにいいと思うんですよ。こうですね。まずここです。違和感だね、やすね。まずこれ違和感だな。これだけでも結構良くなる。いいと思う。で、今から僕が言うテイクバックの仕方だったりとかなんですけど、今やす君のスイングっていうのは、テイクバックするときにこうやって動くの。こっちは今気持ちいいと思う。で、この上でこうやって回る。よく見る。よく見る。で、こっちが圧が抜けてて、そうだね、抜けるよね。柔らか、今俺の大腿四頭筋めちゃくちゃ柔らかかったです。だから今やることっていうのは、このまま左に置くじゃないですか。右の膝伸ばしていただくんですよ。おお、こっちですね。はい。え？っていうぐらいこっちです。めっちゃいいんだね。いいやつくんからこっちですね。そう。あとはこのままここに入ってるの分かります？はい。これを膝を思いっきり伸ばしてあげる。もうこれインパクト。そうだね。これ勝手にバンプ。勝手にバンプ。勝手にバンプ。いいじゃないですか。勝手にバンプ。勝手にバンプ。どうしてもこういう横の動きを強く持とうと思っても、股関節がちょっと可動域が狭い人ってそんなに動かないから、もう最初からそこにいる状態で立った方がいいよ。ちょっと一回奥、あ、そういいね。あ、そういい。素振りしますね。素振りしてください。右手超下からです。かなり下から。親指の位置って どっちがいいですか。最初はもちろんこうやって外した方がいいんですけど、全然最初とかマジでこうやって握ってていいですよ。まず、うん、そしたら変わらないから。これあんまでも左行かない気がするな。一回やってみますか。ちょっと待ってくださいね。 OK でもめっちゃ乗れてるわ。
確かに今もうプルンプルンってなってました、うん、そうですね、超絶気持ち悪いのは重々分かるな、はい、左ですよ、左、そう右開放して次に行きましょう、そういいそのイメージ、そのイメージ、なるほど、でもインサイドから、パスはインサイドからだね、そうなんです、じゃあどっちかっていうと今の右プッシュな感じなんですか、そうそう、あとはフェースコントロールです、ね、ちょっとやっぱ開いたんで、若干ヒールに当たってるから、ね、ギア効果なんですけど、うん、はい、左近くで、ちょっとグリップが重いかなと、そうそうそう、向きはこんぐらいですよね、あ、そう、いい膝伸ばして向き右回してましょう、おー、惜しい、まあちょっとヒールだけども、でも捕まってるね、そう、これヒールなんですよ、ヒールだからどうしても行っちゃうのは、要は名残なんですね、これってやっぱりこうやって来ちゃった時の名残があって、どうしてもこうやってボールにヘッドを先に当てたくなっちゃうから、なるほど、もう打点のイメージがこう正しいプレーに乗った時にヒールに当たるように逆になっちゃってるってことなんですね、そう、要は今横ちょっとね、いつもよりもフラットっぽい感じ、だからすごいフラットだと思う、フラットになってくると外力、遠心力が外側にかかろうとするんですね、だからより一層これってヒットしてやつ、なるほど、確かに今ちょっとこう、持ってかれない感じに、そう、反発だね、はい、そうなのであんまり手を振るっていうよりは、この膝とか、この腰の動きのこの踏んで伸びるでもうスイングってこうやって完結しちゃうから、ちょっと手を使うタイミングとかもそうなんだけど、ちょっと今までとは違うと思います、なので多分後ろから映像を撮ったのと、はい、多分打った前と打った後だと相当クラブが変わってるんで、なるほど、これは後から映像を見てもらって、ね、自分で認識していただくと、多分今超違和感なのが、うわ、これでこのぐらいなんだっていうのが分かると思う、なるほど、これちょっと上級者向けな感じありますね、はい、ね、上級者向けです、70代出ても90、そうそう、90も叩いちゃう、いい時も悪い時もあるっていう人が、一つ上のステップに行きたい時になんか有効な気がしました、そうですね、まあ、ちょっと難しいかも、難しいで、今いや、でも安くん向けにやってるから、なるほど、ちょっとこう上級者志向の人が見てもらえると、いや、僕はすごく好きなんですけど、このこのレンジの内容はすごく好きなんですけど、ものすごいメリットとしてはやっぱりあのペラはなくなりますね、ヒールヒットによる右プッシュっていうのはさっき出てますけど、でもあの軌道としては捕まってますからね、で、あと左にしっかり乗れることによって、まあ、でもこれは多分ね、大堀先輩の、レッスンでもこう生きてると思うんですけど、こっちに乗れた上で体しっかり回るから、あの変なよじれた球が出る感じがしないんですよね、安子のコメント欄にも、安くんの左足は何なんだっていうコメントが、言われるんですよ、僕の左足すげえボロクソ言われるんだよ、見苦しいですみたいな、動画の内容はすごくいいんですけど、安さんの左足だけが本当あれだけがちょっと辛いですみたいな、あれはでも左足を引くこと自体何も悪くないですからね、まあって思うんですけどね、多分僕の多分トータルのこうフォルムがブサイクなんだと思います、そんな感じですか、まあ、今日のですね、レッスンのポイントとしては、まあ僕、まあ、特に右ペラが出る人、球がまあ捕まらなかったり安定しなかったり、あと思ったより飛ばないっていう人にとって、それを直すために実はグリップだったりとか、グリップによってね、こう僕の場合はちょっと上からかぶりすぎてた、スクエアって思ってたんですけど、ちょっとやっぱウィークになってきちゃってたっていうので、ちょっと大げさにこっちから見た時に左手が前に後ろからね見た時に見えるような感覚ぐらいまで持ってっちゃって、かつ軸ですか、そう、軸の回転、軸がね結構ね、左軸、これがかなり注意してやらないと、はい、あれですね、この時に右が伸びていいと、でもこの腰の回転はすごく感じるんで、多分それがなんか一つチェックポイントになるかなと思うんですけど、普通にこうやってると腰がどっちかというとこうこっちに動いて、なんか30度ぐらいちょっと回ってるかなって感じなんですけど、これが軸を傾けてこうするとかなりもう70度ぐらい回ってるような感覚になるんで、そこの感覚の違いを感じた上で、でその回って深く入ってるやつをこうバンと戻す感じでやるっていうようなイメージですか、そういうことです、まさに、うん、そうだから非常に難しいけども、でも
そこ、ここに至るまではいろんなことをこなさなきゃいけないんで、その時はもうレディーゴール見てください、うん、レディーゴール僕見てますから、はい、左軸も動画ありますから、もう8月の頭か7月の末ぐらいに出てますから、はい、皆さんぜひ見てください、はい、左軸ってサムネだからちょっとこうとっつきづらいんですけど、なるほど、そう、はい、あれ本当、あの中で動画内でも言ってますけど、あのダスティン・ジョンソンの飛ばしの秘訣とかにした方が、はい、あれいいっすよ、お、あれっすよ、もったいないって思ってたんですけど、はい、皆さんぜひ見てください、はい、ね、てかレディーゴールさん登録してくださいね、もうね何回も言ってますけど、ありがとうございます、はい、ということで、今日そんな感じですか、はい、はい、いやこれ僕この2回でね、はい、かなりショット良くなっていく兆しが、うん、最近ちょっともうね、天井を感じてたんですけど、なんかこう打開したかったんですけど、ちょっといいきっかけになりそうなんで、これからちょっときっちりねこれを練習して頑張っていきたいと思いますので、はいはい、またちょっとぜひ、教えてください、はい、もちろんです、はい、はい、ということで、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターもやってますんで、ぜひフォローお願いします。で、レディゴルさんの、YouTube チャンネルもね概要欄に載ってますんで、ぜひ、そちらから、チャンネル登録と、グッドボタンとお願いいたします、うん、ということで次回の動画でまたお会いしましょう、バイバイ。